はい、分与時計の第2弾はバーテックスですね。まあ、イギリス軍の軍用時計で、まあ、いろんなメーカーあるんですけど、このバーテックスも、まあ、見たことある、まあ、有名というか、まあ、結構使われてるメーカーですけど、なんか軍用時計以外であんま見たことないんで、なんかイギリス軍に納品してたメーカーなのかもしれませんね。CWC みたいに。で、裏蓋はやはり、ブロードアローのマークと、いろいろ刻印が入ってますね。で、スクリューバック式になってまして、ケースはこれ、やはりステンレススチールですけれども、これも、中と外と、両方、ブロードアローの刻印とありますね。これが企画だったんですね。まあ、軍用時計詳しい人は、まあ、当たり前だって言われちゃうかもしれませんけど、見てなかったんで、あんまり。これそうですね、裏蓋。これもついてますね。で、これはインナー、中蓋ですね、対人の。これついてませんね。はい。オメガみたいに、機械を中枠ではめ込むタイプですね。で、まあ、機械も、まあ、普通に波品がなんか入ってます。チラネジ付きの。はい。で、もちろん、はめ殺し式、フィックス式ですね。はめ殺し式の、バーですね。はい。あ、でも今でもよく動いてます。スモールセコンドでちょっとエナメルっぽいダイヤルですね。まあ当時の時計の技術的には、まあ、こんなもんじゃなかったんでしょうかね。納品業者が入札するわけですけど、まあ、それほど高額での入札っていうのもできないでしょうし、まあ、特殊なモデル以外はこんなタイプが多かったんでしょうね。はい。まあでも、悪くはないです。バーテックス。ミリタリーウォッチですね。手巻き。